どうもこんにちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は春に読みたいおすすめ小説を3作品紹介していこうと思います。今回選出した3作品はですね、僕の中でこう読後感がすごく爽やかというか、読んだ後心に訴えかけてくるものがある作品を3つほど厳選させていただきましたので、ぜひ次読む小説の参考にしていただければなと思います。それでは参りましょう。最初の作品はこちら、宇多野昌吾さんの葉桜の季節に君を思うということ。何でもやってやろうやを受賞する元私立探偵の主人公、成瀬正虎。彼は同じフィットネスクラブに通う愛子から悪質な霊感商法の闇を暴いてほしいと依頼を受けます。正虎が調査を続ける中、電車のホームで自殺を図ろうとしていた桜という女性に出会います。桜の自殺を思いとどまらせた正虎なのですが、桜との出会いによって正虎の運命が目まぐるしく変化していきます。はい、ということで簡単なあらすじを紹介させていただきました。こちらの作品、ミステリー小説の中ではかなり有名な作品となっています。なぜならこちらの小説ですね、どんでん返しの傑作と言われています。その名の通りですね、こちらの作品の終盤にあるどんでん返しはですね、本当にこう予想もしなかったというか、かなり鋭い角度から僕たち読者の心を射止めに来ます。ですが今回はこちらの小説のどんでん返しじゃない部分に焦点を置いて魅力を話していこうかなと思います。あらすじでも話した通り、元探偵の主人公正虎が自殺を図ろうとしていた桜と出会う、いわゆるボーイミーツガール的なお話なんですけれども、その出会いの中で次第に桜がマサトラに惹かれていき、マサトラがサクラに惹かれていくんですね。まあ、ここの恋愛描写といいますか、そこがすごく読んでるうちにどんどんと先が気になるような恋愛描写で、そんなマサトラとサクラの恋愛模様と並行していくつかの物語がこちらの作品で展開されていきます。並行して描かれている別のシーンがどのように交錯するのか、そしてラストがですね、この並行されている物語の意味というものが明らかになります。この終盤にかけての物語の追い込みという点では本当にこの作品ですね、面白いですし、それに加えてもうどんでん返しですから、小説を読むことにハマるきっかけになる一冊になるのは間違いないかなと思うんですけれども、この作品ですね、少しだけ人を選ぶようなシーンがありまして、というのもこちらの作品でたびたびこう性に対する描写というか、性行為だったりいろんな性の描写が出てくるんですね。しかもこれ面白いのがですね、物語の冒頭、正虎の登場シーンがその性のシーンなんですよ。僕が読んでた時はですね、あ、最初にこのシーンから始まるのかっていう結構インパクトがあったんですけれども、まあそれがこう断続的に続いていくような小説ですので、そのシーンに対する苦手な感情を持つ方だったら少し生理的に受け付けない部分も出てくるかなと思います。まあ、ですがこの作品の最後のシーンに対するメッセージ性といいますか、この作品が何を伝えたいのかはっきりと最後に提示されるんですよ。この作品自体のテーマにすごく僕は心を動かされてしまいまして、最後まで読み切って初めてこのタイトルを読むことで隠された意味というか、このタイトルが持つ本当の伝えたいメッセージということが明らかになります。いや本当にですね、強い強いメッセージ性がある作品だと僕思っているので、まあ、ぜひこちら葉桜の季節に君を思うということを、読んでいただければなと思います。それではお次の作品に参りましょう。2作目はこちら、北森光さんの花のもとにて春しなむ。三軒茶屋の路地裏に佇むビアバーカナリア。カナリアに訪れたお客さんから持ち寄られた謎をマスター工藤が解き明かす安楽椅子探偵物の連作短編ミステリーとなります。まずこちら想定を見ていただきたいと思うんですけども、すごくこう桜が散っている表紙でですね、うわ春っぽいなと思いましてこちら選書させていただきました。こちらの作品6つの短編からなる連作短編集となっていまして、その表題作が花のもとにて春しなむという作品になります。春先のまだ寒い夜に一人孤独に息を引き取った片岡宗魚という男性、そんな彼と俳句仲間であるフリーライターの飯島七尾は、老人がなぜ孤独死を迎えたのかという謎を解明しようとします。そして語られていなかった片岡宗魚という男性の秘密を探るべく彼の故郷に赴くんですが、まあ、こちらの表題作ではその七尾ちゃんという方が、バーのカナリアに行ってカナリアのマスター工藤と
たわいもないお話をするんですけども、そのお話の中で工藤がですね、滑らかに推理をしていくという話で、まあ、大体ですね、このバーのマスター工藤が探偵で、客がこう謎を持ち込む。そしてその場でこの工藤がですね、どんどん謎を解き明かすんですけども、どの短編も、まあ、切ないというか、読後感がすごくこう心がキュッと締め付けられるような読後感で、特にですね、この花の元にたハルシナンの表題作なんですけども、こちらは本当に、うわ、切ないってなりましたね。それ以外の6つの短編もですね、まあ、切ない部分は、一部分一部分にあるんですけれども、それぞれ読んだ後の感じる感覚というものは違うベクトルというか、どれ一つとして同じものがないような、こうバラエティ豊かな、いろんな読後感で楽しませてくれる短編集になります。まあ、どの短編も少し切ないんですけれども、その切なさをこう埋めるようなギャップとして、こうカナリアというバーで出てくる料理の描写というか、それがすごくお腹が鳴っちゃうような美味しそうな描写で、しかもビールが出てくるんですよ、そこに。このビールと料理の、描写がすごく丁寧でお腹空いちゃいますね。著者の北森光さんはですね、調理師の免許を持っているということで、美味しそうな料理の描写というものも、まあ、納得の作品となっています。こちらカナリアシリーズの第1作目となっていますので、こちらの作品気に入ったという方はシリーズ4作ありますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思います。そして最後の作品がこちら、伊坂幸太郎さんの重力ピエロ。兄は泉、弟は二つ下の春、優しい父に美しい母、幸せそうな家族に見えるのですが、彼らには過去に辛い出来事がありました。そんな辛い記憶を抱えたまま、二人の兄弟は大人へと至ります。そして唐突に事件は始まるのです。連続放火と、そんな放火を予知するようなグラフィティアートの出現、そしてそんなアートに秘められた暗号、この連続放火の謎を解き明かそうとする彼ら兄弟の前に、ある意外な真実が突きつけられることとなります。はい、こちらの作品めちゃくちゃ読後感が気持ちいいです。こうまるでですね、雲一つない晴天の中をこう自転車で漕いで爆速で走り回るような、そんな読後感ですね。こちら登場人物は兄の泉が主人公で、その泉の弟が春というんですけれども、この春におすすめの要素はここの弟の春という名前ですね。こちらでもこじつけて紹介してるわけじゃなくて、本当に素晴らしい作品なんですよ。まあ、あらすじでも紹介したんですけれども、この家族がですね、ある辛い出来事を経験していて、その出来事に対して家族全員でというか、その兄と弟の二人が辛い出来事を乗り越えていこうという、まあ小説なんですけれども、この主人公の泉と春、二人がですね、もう本当に最強の兄弟で、この兄弟の、まあ、回想シーンだったり、その連続放火の謎を突き止めるシーンだったりが、こう交互に繰り返されて進んでいくんですけれども、いや、とても面白かったですし、まあ、伊坂幸太郎さんといえば、凄まじい伏線回収という、特徴があるんですけれども、こちらの作品もその例に漏れずにですね、もう伏線回収がですね、もう、とにかく気持ちいいんですよ。終盤の方にあるんですけれども、いや、それを読んでるうちにもう、うわ、ここかみたいな、ここで来たかみたいな、あるんですよね。まあ若干ちょっと人選ぶかなという部分は、伊坂幸太郎さんのその文章というか会話ですね、登場人物たちの会話がちょっとキザっぽいというか、なんかこう差に構えてるような会話の仕方をするんですよ、登場人物たちが。でもそれがですね、また気持ちいいんですよね。僕読んでる時めちゃくちゃ気持ちよくなってるんですけれども、まあそこがですね、まあ、日常会話でこんな会話しないだろうって思うんですけれども、まあそこがですね、まあまあすごくこうこの作品にのめり込める、まあ、一つの要素かなと思うんですけれども、そんなですね、こうおしゃれな会話の中にいろんな知識というか、その兄弟が好きな話っていうのがところどころにこう割り込んで記述されるんですよ。その中にこちらのタイトル重力ピエロの、なぜタイトルが重力ピエロなのかっていうところもそこでまあ判明するので、まあ、ぜひ読み進めていただければなと思うんですけれども、その伊坂幸太郎さんのかっこいい文章として、この作品の最初の一行がですね、春が2階から落ちてきたなんですよ。この一文がですね、もう終盤になるとめっちゃかっこいいんですよね。かっこいいってなりますよね。
かっこいいなーってなるんですよ。この一文が。多分意味わからないと思うんですけれども、読んでない方からすれば。なんて言うんでしょうかね。本当にその家族愛っていう部分もあって、その兄弟愛という部分もあって、そのセリフ一つ一つに本当に意味が込められているような作品ですので、もう本当に、もう登場人物のこの家族が本当大好きになれますし、読後感も爽やかですし、もうこの3冊の小説の中では、僕はとにかくおすすめな、そんな作品、16ピエロです。まあ、ちょっとだけですね、分量が多めなんですけれども、まあ、ぜひですね、春にふさわしい小説だと思うので、こちらの16ピエロ、読んでいただければなと思います。はい、ということで、今回は、春に読みたいおすすめ小説を3選紹介していきました。いつもよりですね、語りに熱が入りすぎてしまって、結構長めの時間になってるかもしれないんですけれども、まあ、これからですね、ゴールデンウィークとか、長期休暇の際に、ぜひぜひこちらの作品たち読んでいただければなと思います。もう本当に面白いですよ、すべて。まあ、これらの作品以外にもですね、まあ、春と言ったらこの小説だろうっていうおすすめ本の紹介がありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。こちらのチャンネルではこのように様々な小説を僕が紹介していくチャンネルになりますので、もし参考になったな、面白かったなという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録と高評価していただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。多分ですね、僕結構読む小説とか作家さん結構偏っちゃってると思うんで、まあ春といえばこれだろうみたいな、春小説これでしょうみたいなのがあれば、ぜひ本当に教えていただけると僕もちょっと読みたいと思うので。ちなみにですね、もうゴールデンウィークはもうずっと僕は本を読もうと思ってます。いや、読みたい本がありすぎて、やばいんですけれども。積んどく減るかな?ちょっと頑張ります。それではまた別の動画で。バイバーイ。